ただいまは7月1日、2024年7月1日の夕方の時間帯です。本日は主に6月27日にアメリカで行われました第1回の大統領選挙ディベート。この結果とですね、それからその反響というようなことを中心にお話したいと思います。本日のアジェンダはこういうことですね。6月27日、トランプ vs バイデン大統領選ディベートの総括をしてみようということなんですけども、今日は主にその話題なんですけども、1番目、勝者は明らかにトランプということなんですね。主催団体の CNN がディベート直後に、勝ったと思う人、どっちが勝ったと思いますか？トランプ 67%、バイデン 33% で、圧倒的だったトランプ圧勝。この意味するものは何かということですね。から2番目、私のように連日ですね、バイデンがどれだけボケてるかということをずっとフォローしてきた者にとっては、実はこの日のディベートのバイデンのパフォーマンスも悪くなかったんですね。バイデンのボケ症状は普段よりはマシだったというのが私の感想です。多くのバイデンウォッチャーにとってもそうだったと思います。しかしですね、一般人には大ショックだったんですね。これは民主党支持者であるとか、あるいは民主党支持ではなくても中間層の人とかですね、共和党の支持者でもですね、いや、バイデンはそんなボケてるっていうのはトランプ陣営が言ってる、これはためにする情報操作なんだと、人によっては嘘なんだと、バイデンは全然ボケてないんだと思ってた人も結構いるわけですよ。その人たちにとっては大ショックだったので、今民主党はもう大パニック状態です。要するにもう大統領候補を差し替えなきゃいけないという状況なんですね。しかし本人が辞めようとしませんので、もう打つ手がないという感じです。相次ぐ緊急会議が開かれています。どうやったらいいんだ、どうしたらいいんだっていうことなんですよね。3番目、決定的だったのは、いろんな人がいろんなこと言っておりますけども、民主党サイドでも、決定的だったのは翌日、ニューヨークタイムズが6月28日の社説でですよ、堂々ともうバイデンは大統領選挙から撤退すべきだと、はっきり社説で書いたんですね。これはもう決定的だったと思います。ニューヨークタイムズね、そういう新聞ですからね、もともとリベラル派の、砦と言いますか、言論の牙城ですよね。そこがもうバイデンを見放したということですね。4番目、これは私にとってですね、非常に見ていて嫌だなとは思いましたけど、事実として言わなきゃいけないっていうのは、バイデンが堂々と嘘をついているということですね。そして国の恥さらしのような発言を平気でやってます。大統領たる全く資格がないなということですね。CNN もですね、バイデン9つも間違ったことを言ってる、嘘を言ってるということを、このディベートの後に発表しました。CNN っていうのは、リベラル派であってですね、そしてバイデン支持、民主党支持なんですよ。そこもですね、バイデンのひどい嘘を認めざるを得なかったってことなんですよね。それから今回の CNN はそういう非常に党派的です。民主党支持、リベラル派支持なんですけども、今回のディベートに関しては私は比較的公平だったと思います。比較的っていうことなんですけどね、内実はどうだったかって話は後でいたしますけれども、あんまりにひどいですね、反トランプ的な司会はやらなかったということですね。当日のアジェンダでも結構バイデンに不利な話題も取り上げてはいましたということです。それからですね、6番目なんですけど、これちょっとアメリカ大統領選挙も含んでなんですけども、今度世界的トレンドとして無国籍グローバリズム、今まで世界をここ数年引っ張ってきた無国籍的グローバリズムに対して脱アンチの動きが出てきてる。それが顕著になってきたということですよね。この間の欧州の議会選挙もそうでした。極右圧勝っていうのは嘘だと申し上げましたけども、極右と言われている勢力何かって言ったら、反グローバリズム、反無国籍企業的なグローバリズム、国をやっぱりそれぞれ大事にしていこうよ。そういう考え方の人たちが結構勝ったということですよね。そして無国籍、グローバリズムに対してストップをかける勢力になってきたということです。それから、6月24日カナダで、これは議会の補欠選挙なんですけども、自由党というトルドー自由党がですね、もう絶対に強いと言われていた岩盤の地盤と言われたところで負けたんですね。負けたんです。ということで、このトルドーさんもこの無国籍企業的グローバリズムを引っ張ってきた政治家の一人ですからね。ここでカナダもかなり方向転換してきたなという感じですね。からイギリスが7月4日に議会選挙ですね。結果が出ます。この日と、投票します。フランスは2回目投票7月7日にやります。で、この選挙結果も非常にいい脱無国籍グローバリズムの動きがはっきり出ると思います。メキシコはちょっと違って6月上旬のですね、6月2日の選挙で、左派グローバリストが勝っちゃったんですね。左派グローバリストが勝っちゃったということで、これはその流れに反してますけど、インドではモディさんの民主的なナショナリズムが勝った。モディ派、インド人民党、民主的ナショナリズムが勝ったということで、これもいい流れになってきています。アメリカ大統領選挙もこの勢いでですね、この流れでトランプさんが勝利してくれればいいなということです。今世界的に一つ大きくトレンドが変わってきているということですね。何でもその CO2 規制、カーボンニュートラルで環境問題、脱 CO2 であってですね、石油とか天然ガスとか化石燃料は一切燃やしちゃいけないんだと、そういうイデオロギー的なですね、主張、これ今まで根拠がなくなってきた、根拠がないということが分かってきた。そしてこれは現在ある農業すら破壊しようとしている。現在ある工業だけじゃないですね。農業すら破壊しようとしている。農業牧畜業すら破壊しようとしている。そんなことをやらしちゃまずいだろうと、いうことが、これがかなりはっきりしてきたと、いうことですね。それからヨーロッパで言えば、アメリカでもそうなんですけども、経済難民をもう無制限に受け入れるのはよそうと、それは無理だと。アメリカでも元来の法律はそうなんですけど、バイデン政権が南の国境を開放してしまったもんですから、もう無制限に経済難民が入ってきちゃってる。追い返さなきゃいけない経済難民が入ってきちゃってる。ヨーロッパもそうですね。で、それはもうできないから無理だということで、その2つですね、特にカーボンニュートラルの問題、絶対的な CO2 排出規制をやんなきゃいけないんだと、もう全部電気自動車に早々変えなきゃいけないんだっていうような流れ、それと経済難民をグローバリズムで全部受け入れなきゃいけないんだということ、これはもう勘弁してくれという常識の声が勝つようになってきたということです。その常識の声を日本のメディアも世界の大手メディアも極右と呼んでいるんですけどね、単にアンチグローバリズム、正確に言えばこの無国籍企業的な国家をなくしてしまって資本主義だけ残ればいいという考え方に対するアンチということですね。